エビバリシェゲナウェイベーアロハー、今日の今県ハワイライブです。はい、今日ハワイは2021年2月3日の水曜日。いや、とんでもない、ほらすげえ雨降ってきた、雨降ってきた、すっごいんですよ。昨日の夜からね、嵐、はい、嵐のハワイ公園も雨でしたね、そういえばね。はい、もうね、風強くてね、雨も横殴りで、で昨日の夜停電は起こるわ。なかなかねエキサイティングな、ハワイワイキでーす。はい、いやいや、さっきまで今県号で走ろうと思ってたんだけど、こうなっちゃってたな。今県も良かった、雨濡れなくて。皆さんこれ雨わかります？ほら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 、なんかすごいね、今日も雨だね。はい、でね、昨日のね、撮影なんですけど面白かったですね。はい、でこんな風が強い日に、なんとですね、今日2月3日ハワイ、立春で、この立春にね、こんなね、なんか風の強い日が来るなんてね、もう本当にね、風の時代なみたいなね。はい、笑ってる人がいますね、誰かね、若干一名ね。はい、でね、今日はね、なんかね、雨がこのままずっと降り続くじゃなくて、やむっていう予報なんですけど、もう降ったりやんないですごくなってますね。はい、ということで、GoPro も雨になんかこう曇ってる。はい、まあいいんですけど、で昨日の動画で、ね、皆さん、あの2本のね、今県のテンションの違い、すごいね、笑いましたよね。まあ、今県が一番驚きました。あのこうちゃんのねキャラにやられてね、テンションいきなり上がっちゃって。はい、でね、あの時ね、なんかまあいいですけど、奥さんだらさんがね、実はね、コメントいただきました、久々に。はい、でね、奥さんだらさん、実はね、波情報の撮影の直後、偶然ですね、お会いしたんですよ。でね、あのこうちゃん動画、暴走動画の撮影の前に偶然お会いしてたんで、今県で波情報でテンション低かったのすごいしてたんですね。なんで実際にあの動画を見て、なんかびっくりしたってことでコメントいただいて、結構面白かったです。はい、でただね、奥さんだるさんの今県のテンションのど低さにびっくりしたってことなんですけど、まあ今県自身が一番びっくりしましたね。でね、家に帰って、それを両方一緒に見た奥今県が一番びっくりしましたね。びっくりしました。はい、はい、ということでね、はい、寒い、なんかね、今奥今県が先に家に帰ろうとしたら大雨が降ってきたから、これ撮影チャンスということでいきなりやってきたんですけど、ここから動けません。はい、2人で雨宿りしてます。はい、ということでね、昨日ね、いろいろこうちゃんさんにやられちゃいましたんで、今米返し行ってみましょう。はい、まずね、城美智子さん、女性の今県ファミリーで唯一こうちゃんの胸板に反応してくださりありがとうございます。はい、いや面白かったです。でね、はい、オクサンダルさんまた登場。はい、コメントありがとうございます。ペコリ、さっきね、今県のテンションの件米返しさせていただきましたが、もう1点、はい、以下読みますね。はい、自分の名前書いちゃった、あーいるんだよね、そういう人。あー書いてるわ、漢字で書いてる。このね、ケンさんとね、イルマハワイコウちゃんさんのねやりとり、もうほんとね、なんか名前書くんだよってやりとりね、もうほんとなんか笑いましたよね。もう今系はね、あえてね、この会話にはね、なんかと思って入りませんでした。はい、不思議な2人の会話、ご指摘ありがとうございますペコリ。はい、それから、大塚秀子さん、リチャードさん、ヒロドさん、コメントありがとうございます。すんげえ降ってる今日もね。はい、で松口美智子さん、松口美智子さん、そういえば公式 LINE 登録されてます？はい、一応確認でした。はい、それから小暮康弘さん、恋キャラ3って小暮さん書いてますけど、笑えますよね、もう小暮さんが一番濃いんじゃないかな、ひょっとしたらね。まあいいんですけど。はい、でね、ロミカさん、いやいや、ここにもいましたね、実はね、胸板に反応した女子が。はい、こうちゃん、こうちゃんさん、良い感じじゃないですか、ファミリーのムキムキ大好き隊たちに受けるでしょうって。いやいや、ファミリーと言ってますけど、自分に一番受けたんじゃないですかね、ロミカさんね。はい、ということで今県お察しいたしますペコリ。はい、ですね、次に行きましょう。あ、関口さん、関口さん、すっごい雨になってきました、関口さん。川になってきた、川にね、川の流れのように。はい、はい、
関口さん、お元気様です。はい、こんな雨の中でもお元気様ですっていうのがやっぱ関口さんポジティブなんでしょうか。はい、ないですよ。こうちゃんさんの存在感、ケイさんのツッコミ、今ケイさんの元気な笑い、笑いから元気が生まれるって感じますわって書いてあるんですけど、ということは今ケンの笑いはあのこうちゃんさんの存在感に勝ったってことでしょうかね。また違う存在感だった。どうなんですかね、今ケン的にはもう玉砕だったんですけどね、あのねキャラにはやられましたね、こうちゃんさんにはね。はい、さっきからそればっかしか言ってないですけど。はい、それではですね、次、ミランダさん、ミランダさん、これ面白いの、北田ブラザーズのこの間のコラボの動画を先に見ちゃったそうなんですよ。はいはいはい、はい、なんでね、昨日アップしましたからね、北田ブラザーズね。でそれはね、爽やかイケメン3人兄弟に比べたら暴走するおっさん3人組の動画をね、もうね、もうほんと食当たりしますよね。食当たり、はい、大丈夫ですか今日のミランダさん、お腹の調子は。はい、あとカウルンさんね、こうちゃんさんのこと山本キッドかと思いましたって。いやー、あの亡くなった山本キッドさんに似てるなんて、とてもとても、もう今県的にはですね、もうこうちゃんさん、あのプロレスの昔レフリーやってた山本小鉄じゃないかそっちのが似てる、そっちの似てるよね。はい、思いました。はい、で梶加代子さん、暴走こうちゃんの企画、なんか次回企画も5秒ですかね。はい、ひょっとしてすごい期待してるんですかね、梶加代子さんのね。あれ暴走なんですかね。いや、あれは字でしょ。字ですよね。ね、はい、それからね、樋口真理子さん、カシマシおっさん3人組って、これ吉本入りますかね。いやー、ね、年齢がね年齢がダメですね。はい、ということで、あとね、ノーブルマンさん、リョーゴさん、なんか、ノーブルマンさんあえてコメント短くして、ね、結構笑いました。はい、リョーゴさんもお元気でしょうか。はい、ということでね、なんか今日大雨の中、今米返しが中心の、動画になりましたが、まさに今県ライブ、大雨でも皆さんにハワイを伝えるという、すごいな、これ、もう、オフィス戻れなくなっちゃったね。てか、家に帰れなくなっちゃったよ。いや、もうね、その雨宿り難民。絶対川だもん。すごいね、このなんか雨の中でこう霞んでいるハワイの景色、すごいな。みんな雨宿り。こんな時にはやっぱりトランプタワー撮りたかったな。これはリス。はい、ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。皆さんも、ゲリラ豪雨の時には、ゲリラに合わないように、こうちゃんゲリラに合わないように気をつけてくださいね。ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. ハロー、シテゲナベイベー、バイ。